イタリアからこんにちは。日本を離れて20数年、ヨーロッパ在住のピアニスト兼ピアノ演奏アドバイザーの春菜です。迷えるピアノ学習者の方々の少しでもヒントになればと思い、このチャンネルを配信しています。また、ピアノオンラインアカデミーもご受講されている方、ありがとうございます。これからもどんどんそちらのマスターコースも増やしていきたいと思っているので、楽しみにしていてください。さて、今日のテーマはズバリ、音のムラについてです。音のムラというのは、音の粒が綺麗に揃ってない状態の時ですね。私も昔よーく言われました。音の粒を揃えて、すべての音が宝石であるように、真珠の玉であるように、真珠のネックレスがあったら、玉の大きさは全部綺麗に揃ってないと高級感が出ないでしょ、言われました。そうですよね。ゴツゴツして大きかったり小さかったり中ぐらいだったりしたら、高級感は出ませんよね。それと同じです。で、そのムラっていうのは結局、弾くときにどこかの音が抜けてしまったり、浮いてしまったり、浮くっていうのは完全にちゃんとピアノの鍵盤の底まで弾けてないときですね。に、ちゃんとした音なのか、例えば、鳴ってるけど、ちょっと弱かったりですね。こういう状態のときです。あとは転んでいる時ですよね。転ぶというのは、大げさにやってみましたが、こう音同士の距離が均等でない時のことです。この転ぶ問題は手ががっしりとした筋肉質の方には起こりにくいです。ちっちゃいお子さんでも、こう手の厚みが厚いとあんまり転ぶ癖が出ない。逆に手や指が細くて、細長くて、持て余してしまう場合にうまく使えなくて、こうなってしまって転んでるっていうようなことをよく見ます。この転ぶ問題に関しては、まず自分が転んでいるのか転んでないのかをしっかりと耳で聞く必要があります。自分の欠点って、まず気づくことからですよね。欠点に気づかなければ直しようがない。大事なのは、自分が転んでいるということをちゃんと受け止めて認識することです。意外とこれね、先生に言われないと転んでるのか転んでないのかわからないっていう方多かったりするんですよ。でも、よく耳で聞いてください。本当に美しい真珠の玉になっているのか、ちゃんと均等にスムーズに音が流れているか、聞けば絶対にわかります。でも、聞こうとしないとなかなか気づきません。なぜかというと、自分の演奏っていいことを聞こうとしちゃうんですよ。どうしても脳内で自分が流れてる演奏と自分の演奏、実は違いがあります。ギャップがあります。でも自分の脳内ね、優先させちゃうんですよね。そっちの方が都合がいいから。なので、ちゃんと自分の録音を聞いて、ちゃんと聞いて受け止めることで、どこが弾けてないのかを把握することです。で、把握ができたら、あ、なるほど、この指使いのところだなとか、あー、確かにここ弾きにくいところだったと、絶対に納得できるポイントです。それが分かったら、リズム練習なり、いろんな方法はあるんですが、まずはムラがあることに気づくこと。よく特に中級の方で聞く悩みというのが、なんか自分の演奏がパッとしないんだけれど、どこをどう直していいのか分からないということです。直接私がレッスンする場合だったら、私が直接診断して、ここがこうでこうというふうに見れるんですが、そうでない場合は、とにかく皆さん自分の演奏に耳を傾けてください。他の人の演奏だと思って客観的に聞いてみてください。さあ、では実践を見ていきましょう。今日はちょうどこの時期、インスタでバラードの1番扱っているので、ショパンのバラードの1番を使って見ていきます。イントロダクションが終わって、メインテーマが出てきて、一回盛り上がってメノモストに入りますね。ここここの部分が終わって、次に行くところ、ここを見ていきたいと思います。ここ地味に難しいんです。なぜかというと、ピアニッシモでさらにずっと流れていかないといけないから、いかに流れと強弱のバランスを取るか、ここが難しいんです。もちろんピアニッシモでさらに速くてっていう完璧な演奏できたら理想的ですが、
まずは浮かないムラのない演奏を目指す。それに有効なのがアクセント移動です。この曲のこの部分は4分の6拍子です。珍しい拍ですよね。6拍子の場合、1-2-3と2-2-3に分かれます。なので、大まかに2つに分かれて、その中の一つ一つが3拍子ということになります。8分の6拍子の時と同じです。で、その場合、8分音符が1-2-3-4-5-6個で前半になります。ここまで。この音形を見たときに、まず1-2-3で数えると思うんですが、そうするとととに分かれます。まずはこれでアクセントの練習をしてみましょう。アクセントを2つずつ入れます。逆です。逆というのは1番目ではなく2番目偶数の時にアクセントを入れる練習です。このように。これは非常に反音楽的なので弾きにくいです。でもこれすごい大事なんです。なぜかというと、ピアノは全てがパーフェクトとは限らないから。例えば黒鍵が弾きにくい、鳴りにくいピアノだった時に、少しこの3の指だけ、このタイミングだけ少し強く弾かないと、同じにならない場合。その指だけちょっと強く弾くような練習ができてないと、対応できないですよね。なんとなく流れに任せて流して弾く練習しかしてない場合、こういう対処ができないんです。なかなか指というのはピアノを弾く手段でもありますよね。なのでいろんな手段がちゃんとできないといけない。さてここで終わりではありません。今度は6という数字に注目して、6というのは2でも3でも割れる2と3の最小公倍数ですよね。ということなので、もちろん3つずつのアクセントも入れていきます。要はをとに分けるということです。ここで面白いのが、音の名前を言うと、最初の3つがミシソ上がっているのに対して、2個目のグループは音の名前だけだったら同じミシソなんですが、戻ってるんです。なので、ミシソ、ミシソ。バラバラにしてみると、あ、なるほど、同じ音の名前なんだっていうことがわかりますよね。そういう発見にもつながります。では、3つずつのアクセントを見ていきましょう。1-2-3。次に3つのうちの真ん中を強くする練習です。はい、気づきましたか？最後のグループだけは実はショパン自身がアクセントをここつけてるんですよ。ここだけ聞かせてね、次に行くところだよってね。なのでこういう風にイレギュラーな部分にアクセントをつける練習っていろんなところで使えたりします。では最後に3つ目ですね。全種類のアクセント移動が完了しました。そうすると、非
非常にバランスのいい音の粒になったの分かりますか？この練習、例えば私も寝起きで、あ、なんか粒が揃ってなくて綺麗じゃないなと思ったら、まずする練習方法です。なぜかというと、ほんのちょっとの練習で効果が絶大だからです。ゆっくりやってももちろん大丈夫です。大事なのはコントロールの認識です。流れに任せてではなく、ここを強く弾くぞ、ここにアクセントを入れるぞっていう決めたら、そのルールにのっとって弾くという、こうね、余計なことを考えないでお掃除するという意味です。もちろんこの部分は右手との掛け合いもすごく大事です。でも左手が例えば、このようにムラがあったり、このように浮いてしまったら台無しですよね。なので、というように左手の流れが美しくあるようにするにはお掃除をしっかりアクセントでしていきましょう。これもちろん初級の曲でも使えます。8分の6拍子の曲など出てきたら必ず6で割れる数字っていうのが出てきますよね。そういう時にはわざと22に分けたり33に分けたりして工夫してみるといい練習になります。ピアノ学習者のバイブル100番で言ったら46番のアルペッジョなどを4分の3拍子なので1、2、3、4、5、6、6個分の8分音符出てきますよね。これできますね。2個ずつに分けた場合だったらと、これ難しいですよ。特に左手と一緒だと超難しいです。3つずつでまとめる場合は左手と拍がずれてしまうので右手だけでいきます。うっ、2番目がうっ、3番目がうっというふうになります。これがまとめるとその粒が揃いましたね。ぜひ練習に取り入れてみてください。さあ、ピアノアカデミーのセルニー100番コースももうすぐレベル2が公開となります。なぜピアノアカデミーでセルニー100番なのかというと、いろんなテクニックが本当に詰まっているからです。そして順序よく楽典なども勉強することが可能です。今回はペダルを拡大しての映像でタイミングを細かく見たり、楽典なども少しずつ入ってきます。順序よく受けていただけると初級の方はとても綺麗なベースが出来上がります。でも私チェルニー30番40番やってるし、もうちょっと上のレベルだしやる必要ないかなと思われる方、全然大丈夫です。ちゃんとしたベースでも私ないかもという心配な方はぜひ受講してみてください。いろんな曲の見方が変わってくると思います。現在すでにレベル2まで公開中のプレインベンションシリーズも同じです。楽譜に書いてある通りに弾いたままでは効果激減なんです。残念なことに。なのでぜひ素敵なフレージングでおしゃれに弾くプレインベンションを体験してみてください。さあ、では音のムラ撲滅運動を皆さん頑張ってみてください。参考になったなという方ぜひいいねボタンを押してください。励みになります。インスタグラムの方では現在バラードの1番継続中です。他にもいろんな演奏を載せています。はるな.ピアニストをぜひ検索してみてください。ではまた次回。チャオ。